はい、はい、6月2日最後の仕事、はい、今日は忙しかったね本当に、はい、何本撮ってんだって何本目 ?4 本目ぐらいすごいね、はい、でもほら雨のね外の仕事をねやってくれてるから、ああそうですね、あ、起きるやってくれたね、いやいや、でも今の方がマシが多分すごい強くなっちゃったね、大変です、でも決して台風じゃないんだ、ただの梅雨、すごくなんか線状降水帯だっけ、なんかそういう強い雨のやつらしいです、ね、台風は本当にまだ沖縄の九州ら辺にいるらしいよ、あーよし、はい、それでは解除ですね、はい、やっていきます、何個ぐらい出しとけばいいかしら、結構いると思う、そういきまーす、バッカおはよう、さっきいたとこからにしよう、みんな出てるよな、いいよっていう感じはい、すごい綺麗に出たね、毛がすごい、はい、はい、おいで、よいしょ、親は14番、お待たせ、すごいずっしりしてていい感じ、親は14番だ、こいつは32じゃない、14番ちゃん800ストップ870g ですね、870っていうのは平均的、うん平均的、今年からするとちょっと大きめぐらい、落ちる落ちる、え1キロっていうのはいるの、いました、去年はいっぱい、巨大児、巨大児泣かないで、でもなんかその後の餌食べで全然違うんだよね、じゃあ3番のようにはいかなかった、大きめ大丈夫大丈夫元気、すごく元気、重量級だからなんかバコンってきそうあんまりいらないかもしれないけど、一応かわいいね、君は足がすごいしっかりしてるね、へその方が伸びてる、うん、でもすっかり乾いてる、なんだっけへその方じゃないんだっけ、でも鳥収集感みたいな、ね、鳥のへそと言って間違いではないらしいです、だそうです皆さん、へその緒です、よもうこのおせんべいのカンカンがねなかなかにいい仕事してるよおせんべいじゃないよ、よいしょ29番、うん、肉思ったさっき肉をいろいろ見てたからいい肉になるなそんなひどいいやまずはちゃんといいダチョウに育ってもらわないとね、いいダチョウに育ちますよね、ね、足もムチムチして、すごい健康的、健康優良児、はいはい、わかったわかったわかった、やっぱり足はね命です、がっしりしてないとね、細い子はたまにいるんですけど、たまにっていうか結構いるんですけど、そう細いやつに限ってねめちゃくちゃ食べまくるんですね、ね、で足が悪くなって耐えられなくなっちゃう、わかったわかった、もうちょっともうちょっと待ってくれ、はいね、かわいいね、かわいい、あすごい元気、すごいいいな、みんなこんなんだったらいいんだけど、さてお尻がふかふか、どっちこれ見えないです、ちょっと押すよ、でもなんかオスっぽい色をしているね、4オスだと思う、僕にはまだその判断基準が分かんない、私もなんかねまだ修行、この間農場長が、はいはい、あの1番はオスって言った、1番、今いるでかい子、あれか、その糞を出した瞬間、あそうなんだ、よいしょ、いやいいね健康だ、めっちゃ割ってる、はい、パリン、あ、なんかもうみんなここ帰ってるじゃん、1、2、3優秀優秀、はい、パリンはい、ごめんね、お待たせ、よっよー、かわいい、何度見てもヒナはかわいい、ダチョウの卵は見分けることはあってもそうね、ね、あ、重たい、955g です、重い、100g 重い、そんなに重たい、うん、
勘違いじゃなかった。重いぞお前。あとくちばしがさっきの声赤いぞ。また14パドックだ。14か、うん、あの卵バンバン産む人でしょ。そうだね、オスっぽい。950、ね、かわいいね君ね。ナンバー30、はい、さっきの子より赤いよ。うん、本当だ。はい、はい、30番です。さあ、肉は逃れたな。え、どういうこと。よいしょ。いいね、元気だね。元気。さっきの子よりおとなしいかな。うん、お腹がでかいな。黄身がたっぷり。ぴょんぴょん、そんな感じですね。うん、このタプタプは黄身な気がする。わかったわかった。いや、でも元気そうだね。はい。お腹がでも大きいと立つのが大変かもしれませんが。そうだね。この最初の方はさ、なんか足が。うん、そう。お腹ずっちゃう感じだよ。そうそうそう。今日連れてった子たちもなんかローリングしてた。ちょっと。ダラダラ。ツテーン。そう、でんぐり返しが見える。ね、かわいいよね。本当に孵化後2日目ぐらいまでしかあれは見れないです。みんなすくって立ち上がる。そう、すぐにね、まあ、すぐに立たないとね、野生下で死ぬんだけど。ああ、確かにそうですね。馬とかすぐ立つ。うんうん、生まれた瞬間にもう立ってるよ。ダチョウはそこまではいかないのか。でもその中で立ち上がってる子いっぱいいるか。いる。ピヨン、ごめんごめんね。ピヨン、うん、なんかこの子もオスっぽい。見えない。多分オスです。ごめんごめん。うん、巨大児だ。よいしょ、重たいね。卵と同じ大きさで生まれてきたっけ。ねえ。重さが。なんかすごいさ。あら、こんにちは。かわいい。え、なにこの。あ、まだ出れないのね。もうこいつ出てるよ。出てる。え、まずこっちかな。グヘってグヘ、ごめんね。グヘって遅くなってごめんね。なんかこいつもでかそう。うん、でかそうだね。よいしょ。そして羽がすごい。はいはい、よパリン。はい、右下の一番手前。そう、14番だ。また14か、すごいね。多分オス。今生まれたやつはみんな自力か。927。はい。でかいね君も。でかめ。あ、みんな目が綺麗だまだ。31。よし。みんなまだ目が綺麗だよ。よいしょ。じゃあ、ね、君は31番だ。31。アイスクリーム。バスキン。バスキン、いつも忘れちゃうね。31の本当の、この店の名前。俺もバスキンしかわからん。バスキン。R じゃない。なんか BR だって。そう。あれ？バスキン。まあまあ、はい、コメント欄までお願いします。まあでも、コメント動画がある上がる頃にはすっきりしてると思うんですけど。バスキン、バスキンだっけ。いや、バスキンは合ってると思うよ。あ、合ってなかったらすまん。いや、よくあることだ。私もよくやる。はいはいはい。この子はくちばしがさっきの子より短い。うん、やっぱり個性だね。同じ14から生まれてる。あれじゃない、メスの、メスの親が違うんじゃない。なるほど。うわー、いい足だね。ムッチムチでムッチムチっていうか、すごい骨格までしっかりしてるのが触るとわかる。はいはいはい。豚足みたい。豚足。あ、うん、似てる。はい、いい足ですね。かわいいね。でかいね。重たくてすごい安心感があるね。
600内代の子とかすごい超未熟児、なんかそう、そうなん、やめて、ごめん、ふかふかすぎて見えませんので、うん、メスかしら、マジでどこを見てるか何度見てもわからん、全然出てこない、うん、なんか突起みたいなものがあればオス、なるほど、なければメス、こちら、はい、みんな出てくるね、うん、いい感じだね、そうそう、みんな、そして14番という多分メス、悲しい悲しい無精卵とかない、なさそう、あ、うん、そう、じゃあこの子、お疲れさん、これあれじゃん、超かわいい、はい、あのほらショップに置いてある、あー、そうだね、このままショップに飾ろう。はいはい。バキャッ。アップ、アップ、痛い痛い。これは痛い。はい。誕生。もう綺麗。わかかかかか。すげえ。ああ、はいはいはい。どうぞ。あ、いいっすね。はい。796。はい。わかかかか。おはようございます。まあ、ずっと外の世界見れてたもんな。ね。なんかそう、みんなあの頑丈な足でぶち破ってるけど、この子みたいに。くちばしで生きてきた、なんかそう、顔が先に出ちゃうとああなっちゃうみたいですね、はい、お疲れ、この子の親は34番だって、34番、うん、珍しい、じゃあでかい子に育つ、あ、でもメスは小さいのか、そね、そう、バランスがきっといい、スプラみたいになるでしょう、気性が穏やか、穏やかで小さい、あー、かわいい、口開いてる、え、疲れた、よいしょ、わけけけけ、わかったわかったわかった、元気ですね君、はいはいはい、もちもち、ぴょ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 、元気だな、足が丈夫そう、どれにしようか、さっきの子と比べると爪が長い、へえー、あ、本当だ、すごいしっかり、これもやっぱり個性なんですかね、はいはい、わかったわかったわかった、親が爪が長いとそうなるとか、うーん、でも生え方向きとかね、よく見ると違ったりする、あの、いっぱいいるとこう35とかを見ていても、へえ、同じ月齢で同じぐらいの大きさなのに、だから個性というかあれがあるんでしょうね、お尻、うにゃ、ごめんね、メスかな、出てこないね、メスだね、どんぐらいの何が出てくるんですか、こんなちっちゃいやつだけど、ひょいって、大きい、なるほどね、どうも出てこないですね、はい、ここに足が出たわ、あれ、ここだったよね、そう、はい、では、ここで足が出た。出た。健康だ。足で割れればもう健康よね。そうだね。おそらく。この子はどうやって割ったんだろう。いいよ。力技、バキンって。ちょっとお手伝いをして。カニメロ、カニメロ。これ出したには出てきてるでしょ。よいしょ。みんな出てる。君も頑張ったね。前に動画にしたさ、うんうん、はい、これも無精卵、あれも無精卵けどないね。あれ悲しかったね。あの虚しさは忘れない。よいしょ。立派な卵角膜だ。破れない。あ、でもほら、破けて。頑張れ。まあね、卵角膜を、ね、破けないようじゃん。うん。
あでもなんか時間が負荷に時間がかかって乾いてなんか頑丈になっちゃったりするとあまり破けにくいのか。破けにくいらしいです。ここはまだここだけこの子だけだ。泣いてる。え泣いてる？あ顔が出た。かわいい。頑張れ頑張れ。よ。絶対辛いよな。ね。卵の中。辛い。だってこんなぎっちり詰まってるんだもん。はい、頑張って入れてきて。もうちょっと終わるか。はい。頑張れ。よし。まあもう頑張んなくても明日出てるだろう。ねえ。よし。この子。いいね。逆にこんだけいっぱい出てるのにまだ割れてもいないとこはね、もう無精だったんじゃないですかね。かもしれないですね。いや、まあ、まだわかんないけどね。パキ今日が予定日だから。はい、ねえ、鶏卵割るみたいにパカっててね、ひなをボトってそこに落としてよく。よし。あとは自分で頑張れ。血は大事。まだ。いいね。よ。結構殻が分厚いから出るの大変だと思う。うん。もう多分その殻に閉じ込められたら諦めて出てこない。出てこない。諦め。よいしょ。ああ。多分静かに開けてくれるの待ってる。待て。でも。今元気に育ってる13番とかそんな感じだった。こことこことここは全部で上は手前だけ。真ん中の右、うんうん、全体的に良い感じ。お前の右だけ。14番とか残ってるし、まだいける気がするけどね。うん。はい。足打ち1、2、3、4、5、6。32がいるぞ。いるいる。実験だ。お前らも実験だ。うん。お前ので足が悪くなったら。今日連れてった子も。ああ、あの、ひょこひょこ。ひょこ。え？これあれでしょ、でんぐり返しの子。そうそうそう。うん。はい。ということで、はい、ということで、以上でした。はい、以上でした。さよなら。